皆さまこんにちは株式会社ハイマックス代表取締役社長の中島でございます弊社の2025年3月期中間期の決算説明動画をご覧いただき誠にありがとうございます直近の業績数字や中期経営計画の取り組み状況などにつきまして ご説明いたしますのでよろしくお願い申し上げますではご説明させていただく内容でございます最初に2025年3月期中間期の決算概要次に中期経営計画 NEXT-C 法の状況最後に 2025年3月期の通期・業績予想についてご説明いたします。はじめに2025年3月期の中間期決算の概要であります。今後の業績拡大に向けてビジネス領域を拡大した 新規プロジェクトの立ち上げに注力し、売上高は八十八億一千六百万円、前期比一点七パーセントの増収となりました。利益面では売価の改善など影響により売上高総利益率が零点七ポイント上昇いたしました。 営業利益は8億400万円と前期比14.3%の増益となりましたサービス分野別の売上高でありますまずシステムソリューションサービスは銀行およびクレジットの DX 関連案件が拡大し 三十二億三千二百万円と全期肥十点五パーセント増加いたしました。システムメンテナンスサービスは証券及び流通向けの一部案件が収束し、五十五億八千四百万円と二点七パーセント減少いたしました。次に。 金融非金金融融の内訳であります金融向けはネット証券の案件が一部収束した一方クレジットで複数の DX 案件が立ち上がり拡大いたしました次に非金融向けは流通の大手スーパーおよびコンビニ案件が 一一部収束した一方、観光庁や陸運業向けの DX 案件および公営スポーツ案件が拡大いたしました次に顧客別のトピックスでありますまず SIR 経由の取引は前期比3.1%増加いたしました 売上高構成比では70.6%となりました金融のクレジットおよび非金融の観光庁および陸運業向けの DX 案件が拡大いたしました次にエンドユーザー向けの取引は前期比1.5%減少しております 金融では、ネット銀行の DX 案件が拡大した一方、ネット証券が一部収束いたしました。非金融では、専門商社系の新規顧客で DX 案件に参入いたしました。ご覧のグラフは、連結営業利益において、前年と比べて、 増益となったた要因を整理したものであります全中間期の営業利益である7億300万円からまず利益を押し上げた要因としては売価改善などにより1億7200万円および販管費の削減で 一方利益を押し下げた要因としては外注単価のアップで8100万円その結果当中間期の営業利益は8億400万円となりました次に受注高 および受注残高の状況であります。新規プロジェクトの立ち上げに注力し、システムソリューションサービスが増加しております。特に、受注残高におきましては、前期費19.3%増加と積み上がってまいりました。受注残高の内訳につきましては、 金融の SIR 向けのコア事業で増加しておりますなお、DX 案件の比率は24.7%となっております次に、中期経営計画ネクスト C4 の概要でありますまず、当社が目指す方向性企業像につきましては DX 技術要素を核とし実装能力にうらうちされた技術力を恒常的に提供できる企業となりベストパートナーとしてお客様と共に持続的未来の実現に向けて成長していくものであります。NEXTC4 の基本戦略は主力の 受託開発事業の拡大では、非金融分野及びエンドユーザー取引における比率は30%を維持いたします。また、デジタル技術を核とした DX 案件に対しては、売上高の25%まで高めてまいります。 人的資本への投資はまず DX 技術案件を専門的に取り扱う部門を設置し当該部門にて DX 技術者数および DX 技術系資格保有数を増やしてまいりますまた全社施策としてプロジェクトリーダーの 増員に向けても投資を継続いたしま,すまた当社技術者育成に加えビジネスパートナー会社を含め開発人員の増強に努めてまいりますまたさらなる事業拡大に寄与する資本提携や M&A を積極的に検討してまいります次に 今年度中間期の取り組みについてご報告いたします。まず、非金融及びエンドユーザー取引が売上高に占める比率は、当中間期も30%の水準を維持しております。次に、DX 案件につきましては、当中間期実績は、 21億4千万円と構成費は24.3%受注算は前年同期と比べて約30%増となりました今後実践的な DX 技術者の育成に努めてまいりますご覧の表は 情報処理技術者試験制度などによる資格取得状況の一覧であります。社内表彰制度の充実を通じて、継続的に資格取得を推進しております。特に、DX 関連資格取得数は累計で262資格で、半年前と比べ5資格増加しております。 次に2025年3月期通期通の業績予想であります今期の連結業績の見通しにつきましては売上高は186億円と7.2%の増収を見込んでおりますまた利益面では営業利益は17億8,000万円 経常利益は17億9,000万円当期純利益は12億2,000万円と再び増収・増益基調に戻る計画としておりますなお1株当たり当期純利益は105円32銭となります売上高の構成比率は 金融向けが67%、非金融向けが33%と見通しております。まず、金融向けは、証券で一部案件が収束する一方、銀行のゼロトラスト案件、保険の新商品対応や DX 案件、また、クレジットでは、 流通系や交通系のカード案件の拡大を見通しております非金融向けは流通で一部案件が収束する一方観光庁および空運向けの再構築案件またその他の運輸向け DX 案件や公営スポーツ案件および 新規エンドユーザーとの取引拡大を見込んでおります次に配当の状況につきましてご説明いたしますまず当社の配当政策の基本方針は安定的かつ適正な利益還元を継続して実施することまたその 適正な水準として連結配当成功は40%を目安としております。2025年3月期につきましては本日開催の取締役会において1株につき22円の中間配当を実施することを決議いたしました。期末配当につきましても 一株につき二十二円と計画しており、年間で四十四円配当成功は四十一点八パーセントとなります。今後も安定的かつ適正な利益還元を継続してまいります。以上で株式会社ハイマックス二千二十五年三月期中間期の。 ご説明を終了いたしますご静聴ありがとうございました